あずまやの日日これ口実、どうぞよろしくお願いいたします。日日これ口実は禅の言葉ですが、文字通りですと毎日が素晴らしいという意味です。そこから毎日が良き日になるように努めるべきだとか、もっと突き詰めて一日一日をいいとか悪いとか言って一喜一憂するのではなく、常に今この時が大切で、どんな日であってもそれを良しとして受け入れましょうという意味があります。あずまやの日日これ口実では、今日は何の日から始めて、それに関連した事柄や歴史散歩的なことや、言葉の処方箋があればそういったこともお話しいたします。なぜならば、歴史は繰り返す。昔からいいことも悪いこともあるんです。それをどう受け止めるかのヒントになれば幸いです。4月20日、今日は何の日？1808年の今日、シャルル・ルイ・ナポレオン・ボナパルトが生まれました。ナポレオン3世、かのナポレオン・ボナパルトの甥で、フランス第二帝政の皇帝です。ナポレオン3世の生涯を振り返りたいところですが、今日は時間の関係でナポレオン3世と江戸幕府の関係に絞ってお話しいたします。こんな写真ご覧になったことありませんか？江戸幕府第15代将軍徳川慶喜がフランスの軍服を着ている写真です。ちゃんとサイズもぴったりあつらえてあるでしょ。江戸幕府と徳川将軍家とはどんな関係なんでしょう。1858年、日仏修好通商条約が締結されました。1856年の日米修好通商条約のわずか2年後です。当時日本には諸外国と交易をするだけの国力がありませんでした。交易の開始を遅らせる目的で、1862年にヨーロッパに使節団を派遣。その一行がフランスでナポレオン3世に謁見しました。当時江戸幕府は第14代徳川家茂です。家茂からの贈呈品がフランスで見つかっています。当時のフランスは生糸によるファッション産業を第一の輸出産業としていましたが、19世紀後半に蚕の伝染病が蔓延し、ヨーロッパ全土で蚕が全滅しました。ナポレオン3世は第2代駐日公使であったロッシュ全権公使を日本へ派遣し、援助を求めます。将軍家茂はヨーロッパの窮状を救うために蚕の輸出禁止を解き、ナポレオン3世宛てに3万箱の産卵紙を送り、このおかげでフランスの養蚕業は再興しました。このお礼としてナポレオン3世は26頭とも言われてるんですけど、25頭の軍馬を家茂に送りました。日本の軍馬の品種改良のためです。1867年に馬は日本に到着しましたが、馬の到着の前の年に家茂は亡くなっていて、第15代将軍慶喜の時代になっていました。中を取り持つロッシュ駐日公使のおかげで、幕府はフランスからお金や軍隊や武器を借りて戊辰戦争に臨みます。一方のフランスは幕末のどさくさに紛れて日本を植民地化しようとしていたのでした。最終的に第15代将軍徳川慶喜が戊辰戦争を戦い抜かなかったことで、フランスの野望は打ち砕かれたのでした。将軍慶喜は英明なりですね。今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。